えーと「壊れた軸装パズル」っていう僕の曲があるけれどもこれはあの文化祭の劇中歌として作ったんですね、えー、これをこの間、えー、と初めてギタリストに質問されたから誕生秘話をしゃべったところこれ MC でライブの時言うたらええねんっていう話になったんですけどね3分ぐらいにまとめたいねっていう話をしてましたあのいい話やから3分ぐらいまとめたらみんな曲聴く時に意味がよく分かったりそれぞれの人生に、えー、重ね合わせて 歌詞も入ってくるんじゃうなって言ってね、えー。いう話になったんですけど、3分でまとめるの難しいんですけど、喋ってるうちにだんだんエッセンスがね、煮詰まってくるかもしれんし、一回喋ってみたいと思いますわ。今日は長くなってもしょうがないと思ってください。この劇中華なんですけどね、実は1997年古い話ですね、えー。また僕も37歳やったけど、その時に、えー、中学3年生のクラスで文化祭で劇をすることになったオリジナルの脚本でやろうという話になって、 えー、クラスの女子たちがこのクラスは、えー、と一つにまとまらないでみんなで協力することが少ないから、えー、バラバラやったクラスが一つにまとまっていくような話そういう話を脚本にしてみんなで劇をやりたいねほんならみんなまとまるんちゃうって,言って、えー、いう言案を出してみんなは、うん、その線で、えー、脚本。 行ここううっってていうことになって、まあ、僕、物書きもやってるからほんなんその線で脚本書くはこのクラスの状況を見ながらとか言ってんん脚本作ったんですよその概略をできるだけ簡単に説明しますとある時、道端で登校時に、えー、男の子が陸層パズルをひらうんですねその子は結局劇の主役もやる子なんですけどクラスのリーダー格の子が陸層パズルをひらう。 その軸装パズルは39ピースなんです。39ピースというのはクラスの人数が39人なんですね。この軸装パズルを完成させ,させようとすると、なぜか完成しない。この子は何万ピースの軸装パズルでもすぐに完成する軸装パズル得意な子やのに、これだけは完成しないから、 おかしい、おかしいと思いながら学校に持ち込むんですね。えー、教室でみんなが集まって、えー、この熟装パズルはあ、どうやったら完成するんやろうって考えてたら、 ちゃうなって先生来てあ先生来たからちょっと一旦中断やってなったら、えー、僕なんですけど出てくる先生僕一瞬だけ、えー、劇に出て先生が劇に出てるって前代未聞や言われたんですけど、えー、と出て「えー、今日は実習やからこの課題やっとけ」言って出ていくだけの役なんですけどね。 自分で曲を書いたんですけど。ほんで、えー、お、自習や自習やって僕が出て行った後みんなまた集まって、この軸装パズルを完成させようとするんですわ。ああ、ところがなかなかできないので、おかしいおかしいおかしいって、そのパズル得意な子も頭乾いてたら、そこにバーンって音楽変わって、わあって気持ち悪い音楽流れて、悪魔が登場するんですよ。で、その悪魔が、 大体一つにまとまろうと思うのが間違いで、みんなバラバラに対立しとったらええねんや、言うて、えー、アドバイスするんです。えー、そうやな、もうこんなん無理やねんから、みんなバラバラでいいやんっていうことになりかけたり、いやいや、僕はいつもこのどんなジクソパズルでも完成させてきたんや、って主人公のね、子が言うんですわ。んで、まだみんな、悪魔がさ去っていって、 えともう嫌やってみんな拒否されたから去っていってでまだみんなで考えとったら今度は天使が登場するんですよ。えー、天使の輪をとか作りましたけどね、えー、白い衣装の天使が登場してでその子が、えー、調和が大事だとみんなが調和すること輪を持って尊しとなすというそれが大事だと言うて、ね、そのためには一つ一つのパズルが和ピースがね わがまますぎたらあかんから、削ったらいいね、ナイフで削れと。で、形を変えて、他のと合うようにしたら、えー、パズルが一つに完成するから。えー、わがまますぎんねんって、一つ一つのパズルを削れ、変えろ。形を変えろ。調和に向かって、一人一人我慢せんっていうのが、 まあ、もうちょっと優しく言うんですけど、天使の意見やったんですね。そしたら、えー、主人公の男の子が、いやいや、今まで俺はどんなジクソパズルでも、ピースを削ったり変えたりしたことはない。どうやったら一つになるかをどこまでも考えて、えー、と、一つの、えー、大きな絵にしたんや、ということを言うて、天使も拒否されて帰っていくんですよ。そこでね、あの、僕ちょっと、あの、脚本に、 えーとスパイス入れたんですけどね、えーえー「あんた学校の先生みたいなこと言うなー」ってちょっとク,クラスでねあのなんていうのかな、えー、初いに構えてるようなタイプの子がね「あんたが学校の先生みたいなこと言うなー」って言うんですよねあの調和が大事やからみんなわがまま言わて我慢せえって言った時にねほんならえっ、ー、と、えー「天使がやったかな、えー、それはそうでしょう」って 学校の先生と天使は親戚ですから、仲間ですからって言うんですけどね。そこで、あの、ちょっとね、かあの、本番の時、保護者席がちょっとざわめいた感じが僕、やったわと思いましたけどね。えー、これ教師批判なんですけどね。まあ、自分も教師やっ,ったんだけど。まあ、そんなことがあってき、えー、天使も帰ったと。ほんで、その後に、えまたみんなで考えるんやけど、 えどうしても39ピースが一つの絵にならない。これが熟装、壊れたジクソーパズルの歌の中で歌われてるんですね。どんなに並べても誰かが嫌がる。だからもう一回並べ直そうっていうような歌詞がずっと続いてて、一行一行あの時一緒に劇やったメンバーを全部わかると思うんですよ、意味がね。どんなことを指してんのか。修学旅行の部屋決める時でもね。えー、いや、あの子と一緒にねのなんか嫌や。とかね。 え、反決めるときにも、反長会議で決めるとき、このこと同じ反嫌やって、ものすごく時間かかるんですよ。せやけど、そんならどうすんねん、いうことにあったら、もう、一つ一つがめっちゃ時間かかるんですよね。あの、みんなで決めよう。一番いい形を求めたらね。えー、まあ、そんなこんなが、まあ、一年の歴史の中にあるわけやから、それを投影してみんなは劇をやるわけやけど、その劇自体が、 成功させるために一生懸命毎日放課後ギリギリの下校時間まで練習してめちゃえい,い劇にしようやって言うてる子らと、そんなだるいことやめてもう解散しようやとか、いや、塾あんねん帰るわとか、バラバラなんですわ。で、特に、えー、そんなにやらんでもええやろうと、その俺の出番の時まで、えっ、ー、と、待ってなあかんっていうのは、 普通やと言って先に帰ってしまう子ギター担当の子が先に帰ってしまうっていうねパターンがあったんですけどね、えー、その劇中会からそのギター弾く子をね僕やったらあかんと思って、えー、生徒に決めたんですけどまあちょっと弾けるでって言った子が抜擢されたんですけどね <laughs>、えー、その子が帰ってしまったりとかまあそういういろんなことが。 劇の、うん、取り組みの中であって取り組みの中で39ピースがまとまらへんというその脚本に書いてあるのと同じことが、えー、劇の取り組みの中で起こるこれはね実はね毎年起こるんですよ劇でも映画でも、ね、クラスで作ろうとしたらね脚本に書いてあることとシンクロしたようなことがね その取り組みの中で起こるんです。これ不思議ですよね。僕何回も劇とか映画作ったけどね、クラスでね。いつもそうなんですよ。その劇のテーマと同じようなことが取り組みの中で起こるんで、その不思議、なんでそんなことになるのかよく知らないけど、宇宙に聞いてみたいと思いますけどね。とにかくほんまにそうなんですよ。で、その時もそのギター担当の子が、えー、一番こう、 なんかリーダーについていかなくて俺は先帰るからとかなってね。僕も家庭訪問したり親ともしゃべったりあの親も先生やりすぎちゃうかとかないろいろあったんですわ、まあああでまあ、そんなこんなで、えー、当日までに何回も揉めて何回もミーティングをしてどうすればいいかどうすればいいかこれがどうやったらパスティンは,は,はるかって話しちゃってるみんなとシンクロしてるんですよね。で 結局、劇どうなるか言ったらそのあ悪魔迎えて天使迎えてどうしたらいいかわからんって主人公が頭抱えてみーんってここが一番変な音楽になるんですけどその時に「助けに来たぞ!」って言って体の後の一番後ろからギターを持った子が「助けに来たぞ!」って叫ぶんです。そして、えー、体育館の真ん中の通路をです、ね、舞台に向かってブワーって走って。 俺が助けに来たからもう大丈夫やーって言ってステージに上がるんですよ。その子が一番反抗してた。その劇の練習に、えー、参加しないって言って、えっ、ー、と、なんて言うかな、あ先に帰ってたあ。その子がその役なんですよ。同日はその役やるんですよ。なんでそうなってんのか知らんけどね、宇宙に。僕が全部企んだっちゃうんですよ。そうなったんですよ。で、その子がステージに上がると。ほんで、 そうかーって言って、ええー、その、主人公の子が気づくんです。このパズルは、みんながそのまま来たら、枠の方が壊れて、枠が壊れたらみんながそのままそこに折れると。それによって完成するパズルなんやって言って、みんな来てくれーって言うんですよ。そして たら照明係やってた子も幕係やってた子も裏方やってた子小道具とか大道具の子がね当日劇のキャストにはなってないからそのくらいも全部ステージに集まってその時ですそういう劇やからお前も来てくれよと僕は不登校の子にも言ってたんですよだからその不登校の子来たことはあるけど。 他の不登校の子が休んだり、休みがちな子が休んだりして、クラスがね、全員39人揃ったことは実は1年間の中になかったんです。修学旅行も全員で行ったわけではないし、実は卒業式も欠席者がいたんでね。だから、クラスの39人が揃ったのは実はね、その時の、そのステージの上だけなんですよ。1年に、たったその曲が始まってから終わるまで、同じステージの上におったんですよ。それだけなんです。 僕は不登校の子にも言ってました。こういう劇やから全員おらなかったね。<laughs> 全員おらなかんから来てくれって言ったら、ほんなら、その時間に間に合うように行くわって。何時何時からその劇。で、その終わり頃のそのステージ何時頃からって言って。いや、危ないからちょっと余裕を持ってきてや、って言って。まあ何時頃やと。ちょっと余裕を持ってきてくれて。で、その子も含めて39人。 1>, 1年間でたった1回だけそのステージの上で壊れたジクソーパズルを歌う間だけ全員が揃ったんですよ。僕はねお祭り男やからね明日からもここで明日からも来ないあかんっていうのに結びつけるのはいい先生ですねまあ、一応表向きそしてみんなで頑張って勉強して進路をつかもうとかねなんかそんなことに結びつけていくのは、クラス作りとして成功なんですよ。 僕は思っとる男やからね明日からほんまにあんな1時間目から6時間目聞かなあかんかんあの先生の授業もしょうもないしこの先生の授業もしょうもないしまあ自分のことも言われへんけどこんなん1時間目から6時間目で座っとけっていう方が無理やろって思ってるからね本当は本音では思ってるからでもこのステージのここの歌歌う間だけは来てくれって当この子にも言うたんですよ頼む来ててくれってな その39人がのの上に登って、その数分間だけでさ全員揃ったほんで歌ったんがこの歌やった「聴いてください」って言って歌い始めたらええねんって言ってまあアドバイス受けたんでライブの時にその話を今何分かが12分55秒これは3分くらいのエッセンスを。 喋って歌いたいと思っている次第です。壊れた軸層パズルで検索して聞いてみてくださいね。あ、下に url 貼っておくわ。コメント欄あ編集欄にね。はい、どうも久しぶりでした。喋るの久しぶりでしたね。